皆さんこんにちは、ジャスミンアリスです。今日も見てくれてありがとうございます。パラオ2日目なんですけど、ここはですね、平和記念公園ペリリュー島の、南の先端にある、平和記念公園というところで、すぐそこに今いたんですけど、海のところにね、石の石像っていうんですか、ああいう石碑かな、なんかここでこういうのが行われてましたっていう。でこれは、平和を記念して祈祷して建ててありますって書いてあって、そう、特に何もない。なんか公園なんかね、博物館かなんかあんのかなって、記念館かなんかあんのかなと思いきや何もなかったんですよね。でね、逆の方面から今歩いて帰ってきたんですけど、ここに、こっちにまた生命力を感じる強い木を、見つけて、ちょっと思わず立ち止まった感じです。で、この平和記念公園に入ってくる時に、一気にですね、こう空気の重みが変わるのが分かったんですね、全身で。なんか結構それまで密度がやや、薄めというかだったんですけど、ここに入ってきたこう途端にですね、なんか静粛な空気というか、もっと密度の濃い雰囲気っていう感じがありまして、で、ここにいる木たちは多分その戦争の時も、ね、こう激戦が行われてる ところをこう見ていたんじゃないかなと思うんですよね。そうで、木ってすごい寿命長いじゃないですか。言葉を話さないけれど、こう人間の悲しい記憶だったりとかっていうのもずっと見てきたし、本当になんていうのかな、スピリチュアル的な生き物ですよね。木に触れてみたんですけど、特に何も読み取れなかったんですけど、ちょっと木関連でちょっとお話をさせていただきたいなと思います。私実はですね、ちょっと前に、私が飼っている、ペットの猫のリーディングをしてもらったんですね。で、そのリーディングしてもらった方っていうのは、アニマルコミュニケーションといって、動物と気持ちが分かって伝えてくれる方だったんですけど、で私はそういう能力ないので、なんかいい機会かなと思って見てもらったんですね。でその時に教えてもらったこととして、上の子のモフ君の方はですね、私が小学校2年生から、6年生まで住んでたスリランカ の家で飼ってたジャーマンシェパードの生まれ変わりだったんですよね。でそれを知ったんですよ。で弟のチビの方は、その時に同じ家で飼ってた猫だったんですけど、猫の生まれ変わりらしいんですけど、そう、すごくないですか。私一言もその犬飼ってましたとか何も言ってなくって、ただそのある時ね、スピリチュアル系の YouTuber さんが、ペットっていうのは生まれ変わっても同じ飼い主のもとにやってくるっていうのを見て、すごい感動して、うちの子どうなんだろうなって。でも私本当にスリランカ時代に多分一番の大親友じゃないかって思えるぐらい、そのジャーマンシェパードのリーガン君とすごい深いこうつながりっていうか、縁で結ばれてた感じがあったんですよね。で私たちが日本に帰ってこなくちゃいけなくなった時に、仕方がなく元のお家にこうお返ししなきゃいけなかったんですけど、
だから結局一緒に過ごせたのは3年半なんですけど、それ以来一回も会えずに、亡くなってしまったんですよ。で、その今回、今飼ってる、猫ちゃんたちは両方ともペットショップから持ってきたんですけど、買ってきたんですけど、私普段ペットショップなんて行くタイプじゃないんですよね。で、絶対にそうやってこうなんかまあ変な言い方ですけど、お金を出して命を飼うとかっていうのは本来やらないタイプの人なんですけど、ちょっと不思議なことにペットショップに行く運びになって、で、まあ、一目惚れという感じで買ったんですけど、そうだからね、すごくモフ君とめちゃくちゃこうなんか強くて深いこう縁があるなって私は感じるんですよ、日々。で、実際こう旅行中もこうその子置いてきてるんだけど、なんかすっごい寂しいし、うん、で、ちょっとこう今日の話っていうのが、ペットは死んでもね、何度死んでも多分同じ飼い主のもとに縁が深い、ね、飼い主のもとに戻ってくるじゃないかっていうふうに、まあ、実際そうならしいんですけど、で、私はそれをね、もっとこう大きな視野で大きな視点で見ることもできるなって感じていて、で、それが何かっていうと、私たちは生まれ変わってもまた地球に生まれてこれるんですよねなんかもうちょっと結構スケールが大きい話なんですけど、私たち その寿命のスパンっていうのが、例えば動物だったら例えば10年とかね、人間だったら、まあ、60年80年とかね、で、地球のまあ、もっと言ったらすみません、木とか、木ってなんだ、何千年とかでしたっけ、何百年とか何千年ですね。で、地球っていうのも寿命があって、それが何億年とか何十億年とかですかね、確か。で、そういうふうにですね、全て のものってこうちっちゃなミクロの世界で見ることもできれば、もっとこう広げて大きなマクロの世界でこう見ることもできるなって感じるんですけど、で、私たちでいうペットっていうのは、まあ、地球でいう人間なのかなって感じたんですよ。そう、私たちは亡くなるじゃないですか。そうすると魂は残っていて、次にどの星に生まれることを選ぶかっていう、そういう決断をねすることができると思うんですよね。そこで深い縁を持った星にもう一回戻るっていう、そういうふうに私たちは選んできてるんじゃないかなって思います。で、まあ、こう木とかって私たちに直接メッセージを伝えてくる術がないですけど、意識っていうのは確実にあるんですね。だから読もうとすれば、私たちの方から、自然にこう歩み寄っていって、どういうメッセージを伝えてきてくれてるのかっていうのを真摯に聞き取ろうとしたら、きっと教えてくれると思うんですよ、うん、言葉ではないですけどね、言葉では多分教えてくれないですけど、だからだからもしね、木とかも例えば意識が あって動き回ることができたら、ひょっとしたらそのまたどこの植物になりたいですか、どの国にもう一回生まれてみたいですかみたいな、ひょっとしたら聞かれてるかもしれないですよね、私たちが知らないところでねって考えると面白いですけどね。そうだから、まあペットも生まれ変わって元の飼い主の元に戻っていくみたいに、私たちも、結局縁が深いって感じる関わりの人だったり、場所だったり、国だったり、時代だったり、なんかいろんなものを選んでね、きっとこれにするって決めてきてると思うので、まあ、そういったことも、感じながら生きてみれたら、きっとより深くなんていうのかな、感じながら生きれるんじゃないかなと思いました、うん、今日も見てくれてありがとうございます。じゃあまたね。Loving can hurt. Loving can hurt.